どうも翔平 TV です。本日はですね、グローブ紹介ということで、こちらワールドペガサスさんのグランドデビルというグローブですね。軟式用で内野仕様となっております。でこちら購入したところが埼玉県所沢市にあるカムイスポーツさんというところで購入しました。特徴としては軽くてサード用で掴むタイプかなというふうに思います。こんな感じ、ポケットはこんな感じ、しっかり掴んでいくというグローブとなっております。はい、でこちら見るかな、グランドデビルと書いております。はい、どうですか、ワールドペガサスのグローブを持ってる方ってどれぐらいいるんですかね。もし、持ってる方いましたらコメント欄に持ってますよみたいなコメントもらえると非常にありがたいです。はい、でもいつかはね、ワールドペガサスさんのピッチャー用のねグローブを購入して試合で投げたいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが、忘年野球大会しましょう。メールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。プレゼントしたいと思います。このバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14cm 740g、 トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらしゃ。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方フォローの方お願いします。翔平 TV にやってほしい企画があればどんどんコメント書いていってください。野球教室やイベントやコラボなどのご連絡お待ちしております。野球はみんなのスポーツ。それではまた見てねー。